はい、どうも、しょうちゃんです。さあ、今日はですね、皆さんにお伝えしたかったクラブを紹介していきますっていうタイトルはシンプルなんですけど、皆さんからしたらおおとなるような動画になっておりますね。何かというとですね、今右側に映ってる全モザのやつを外します。はい、ドンと。こちらがですね、球児先生でいう一番奥のコーナーです。皆さん、このグローブどうでしょうか。こちら、新規の方もいるかもしれませんけど、おお懐かしいって思う人もいるかもしれません。1年以上前なんですけど、うちのチャンネルでゲッコさんからサンプルを送っていただいて、ノックを受けたりレビューしたりしました。この読み方はそのままなんですけど、ゲッコというメーカーでして、まあこの見てもらうと手とか足があるんですけど、ヤモリの英語名で、さまざまな国で縁起のいい生き物とされており、その幸運を運ぶという意味も込めてゲッコという名前が付けられているそうです。公式っぽくない軟式用なので、よく最近のは軟式だけど公式っぽいのあると思うんですけど、これは本当に軟式っぽい軟式用なので、非常に暴れるボールでも変な回転のボールでも取りやすいと思います。で、その月光さんがですね、なんと球児先生で取り扱い始まって、これ新品が全部入荷してます。で、見ての通りこの草野球カラーから学生対応あるんですけど、なぜこれを紹介したいかというとですね、まあ自分以前月光さんのオーダーグローブをプレゼント企画で多分出させていただいたんですよ。うちのチャンネルかな、インスタかなで、まあそのちょっとお礼もあったっていうのとですね、代表の中島さんに電話したことあるんですけど、なんとこのクラブたちが新品で税込み 23,980円という価格で売られております。軟式公式兼用なんですかね、一応で出てるんですけど、なんか基本的には片付けをされて納品されてるらしいです。ちょっとです、でも、まあ、キャッチボールいけるかなぐらいです。ノックはきついかなぐらいなんですけど、なんていうんですかね、なんか他にはないカラーリングを組まれているというか、まあ、うちだと、こういうグリーン系ってすごい作ってますけど、なんかワンピースのちょっと改造で、白でラベルなんか、この、ヤモリだったっけな?がなんかいて、ここもなんかこだわってます、最近流行ってる。カットのやつ。うん、とか、なんかワンピースが多いな。うちのチャンネルでは今ワンピースブームなので、これとかね、うん、全然なんか学生で普通に使えちゃう、高校生なら使えるモデルですね。で、これ金額が全部新品で23,000円とかなんですよね。でも月光さんって多分もともと動画撮った時にすごい安いみたいな話をしたんですよ、オーダーが。ランクはあるとはいえ、で、自分多分真ん中のランクと一番下のランクを動画で多分レビューまでやってると思うんですけど、 US ステアで内野賞が 11.5 インチ、外野賞が 12.75 インチとラインナップになってます。まあ、ウェブとか色が違うから、ちょっと違く見えますけどね。で、あとは、これ学生対応かな?そうですね。調べたら、ラベルのカラーの規定はないらしいんですよ。ただ、マルチ糸、水野のマルチ糸は学生禁止。薬指リング、片付け済み。小指2本か。これとか、全然学生で使えます。あ、高校野球で使えます。小指2本の、片付け済みです。っていうのでですね、なんとこれが全部で何個ですか ?30 ぐらいですか ?30 ぐらい入荷してきて、まあ、残りが今25ぐらい。はい。これは 12.75 の大きい外野賞ですね。で、月光ってめちゃくちゃ確かラベルあったのを覚えてるんですよ、記憶で。で、なんか何でもできたイメージあるんですよね、すごい。一回カタログもらったんですけど、その時に。で、これも、縦の深いポケットでがっちり掴む系。カラーはもう、いろんなカラーを使ってるんで、唯一無二感ありますね。で、この親指に月光のロゴが入ってたりとか。本当に人と被りたくない人には、いいグローブなんじゃないかなと思います。片付けされてるので、イメージはすごいしやすいと思いますね。っていう感じです。はい、そんなことを言いつつですね、月光さんのホームページ見てみたんですけど、こちらに今並んでる商品がですね、中島さんの考えたデザインかなというふうに思います。で、こちらだと、まあ、新品で即購入できるんですけど、まあ、その月光さん自体は基本的にオーダーなんですよね。オーダーグラブを製作していて、まあ、こういうバッテとかもあるんですけど、今ここに出てるのは、まあ、既製品というか、その別注グローブ的な感じになるかと思います。ちなみにウェア系もありますね。で、オーダーだとこっちがメインで、この公式 LINE から登録していただいて、カタログを見て、打ち合わせをしてって感じです。まあ、自分も一回オーダーしたことあるんで、なんとなく流れあるんですけど、カタログからこう選んでいくっていう感じの、メーカーさんとなっております。ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。では戻ります。でですね、以前ゴリスポ君来た時に多分、
GS とりあえず買い始まりますみたいな話をしたんですけど、 GS も新品が9月ぐらいに入荷します。またちょっとそれは SNS 告知するんですけど、てっぺんさんもですね、この新品が15個ぐらい入荷されておりまして、これがちょうど今日買い取ったその中古なんですよ。 MIEL なんで MIE の 5mm アップですね。で今ここに並んでいるのは新品で、ピッチャー用から内野手用と外野手も全て入っております。てっぺんは最新型だと MIEL を出してるんで、本当にその方が入荷しているという感じ。本体ブラック、ブロンド、ワインの3色が入荷してますね。 MIE と MIEL かな、基本的に並んでるのは内野手だと。でてっぺんさんだとあんまり見かけないと思うんですけど、同じ型番は同じ MIEL ですけど、バスケットが入荷してますので、探してた方はオーダーしなくても買えるかなっていう感じです。サイズは一緒なんですけど、ウェブで変わるんで深くでかく感じますね、 MIEL が。とかあとはてっぺんさんウェブを曲げない片付け、ね、ウェブを曲げない片付けがありますね。ああそうそう、ね、よく SNS ではじめさんが上げてる形ですね、これっていうのもピッチャーの方は注目かなと思います。型番 SW1 横型のやつですね。というわけで本日はちょっとピックアップしましたけど、個人的にお見せしたかったこの月光と、まあ、てっぺんさんもお世話になってますのでご紹介させていただきました。この月光のラインナップはですね、まあ、動画上がってからぜひ来ていただいて、絶対いいのがあると思いますので、金額も低価格だし人とも被らないしということで、一度はめてほしいメーカーではありますね。中島さん会ったことないんですけど、ぜひまた何か機会があれば企画をお願いします。そんな感じで本日はキュウイ先生のちょっとメーカー特化の動画でした。引き続きのよろしくお願いします。それでは今日の終了です。よいしょ。これからが勝負なんだぜ、戦う意志はあれ、道は続いてこう。ララララ。そして今月のプレゼント企画はこちらのウィルソンの軟式内野用グラブを1名様にプレゼントします。こちらは自分が肩つきを軽くさせていただきました。草野球でも使えるカラーグラブとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。